皆さんこんにちは。さあ今週もここ東京からお届けします。僕の YouTube をずっと見てる方は懐かしいなと思うんじゃないでしょうか。モデル仲間を今日ゲストに呼んでいろいろ対談をしていこうかなと思います。さあ誰が来るのかちょっと想像しててくださいね。待ち合わせがね、この表参道の交差点で会おうって言ってるんですけど、彼は身長がまあ高いんで目立つんじゃないかな。いないぞ、どこだ。いた。両雄。皆さん、久しぶりです。覚えてます？両雄です。香港以来の。そう、ということで今日は両雄とコラボでお届けしてきます。見ててね、最後まで。ホットコーヒーのラージ2つください。はい、かしこまりました。ファッションウィークっていうのが1月の初めの週から始まるので、それに合わせて、僕はそこに滞在してた。ファッションウィークっていうのがそもそも期間っていうのはどのぐらいなの？1週間ぐらいですね。イタリアだとミラノファッションウィークって言って1週間行われて、その後にパリのファッションウィークがあるんで、モデルたちはそれに合わせてこうずらずら移動したりとか。今回、僕はちょっと暇だったんですけど、向こうの事務所に聞いたらちょっとスタイルもチェンジしてきてて、僕もそこまで若くないので、もう28歳で若い子たち。28でヨーロッパは若くないって言われるの？若くないです。若い子は10代とかいるんで。ヨーロッパのファッションショーを挑戦するんだったらいくつぐらいがいいとかあるの？まあ、今年齢のこと言いましたけど、特に年齢は関係ないんですけど、見た目ルックスでいいんでしょ。ルックスなんですけど、ただ、まあ、若ければ若い方が。聞かれた時に、実年齢聞かれた時に17ですって言った方が、この人伸びしろあるなみたいな、そういう意味だよね。そうです、18とか、まあ、20、20歳とか。そう、ブランドによってはもう若い子しか使わないとかもあるんで。やっぱアルマーニとかさ、あの辺のクラスになったら反対に30代のモデルがいいとか、そういうのはないの？あ、そういうのもありますね。だからちょっとまあイケオジ系とかだったり、ちょっと体の大きめな人とか、ちょっと若いと、あ、じゃあ君はエンポリオの方だねみたいな。エンポリ、ちょっとバンビーノって言われるんですけど、バンビーノは子供っぽいってことで、イタリア語バンビーノ。ファッションウィークに行って、さっき陵侑は今回数が少なかったって言ったけど、受けられる回数、本数も毎年行って何本受けられるって保証なんていうのはないんだよね。ないです、ないです。だから俺らがどっか海外行った時に来るキャスティング何本来るかって保証がないのと一緒で、ヨーロッパも一緒。一緒です。書類送って呼ばれれば受けられるし、一個も書類通らない場合もあんの？じゃあ極端なこと言うと、全然あります。だから今回僕本当に暇で、だから友達から教えてもらって一緒について行ったキャスティングとかもあるんですけど、まあ、それはその友達が OK してくれればいいんです。そこなんか海外マーケットだね。なんか、まあ、正式にクライアントが呼ばれてないけど勝手に入っちゃうってやつでしょ。でやっぱ実物見たらいいねってなって、次のキャスティングにまた呼んでもらえてとかもあるんで、今回それがあったんで、結局最終的に決まんなかったですけど、突破できる場合もあるんで、ちょっとまあ動かないと分かんないですよね、正直。あっちのヨーロッパのファッションショーって決定して歩くまでに いくつのこのテストがあるの？段階で言うと、じゃあここにショー本番があって、でまず書類が通ります、第二関門、じゃあキャスティングに呼ばれます、キャスティングに行ったらめっちゃモデルいるわけですよ。それ俺みんなの SNS とかで見るけどさ、インスタとかでめっちゃ行列じゃない？めっちゃ行列です。何百人？何百人とか、平気で 2,3 時間待つ時もありますよ。ディズニーランドよりかすげえ。いや、もうすごいです。でさらにそこから歩けない時もあるんですよ。例えば来てんのに、会場に来てんのに。基本的にファッションウィークってあんまブックいらないんですよ。昔もいらなかった？今俺らのさ、役者とかでもさ、会場行ったらもうブック見ないことが多いから、時代が変わったけど、昔は、まあ、僕が行ってた6年前とかはまあ半分半分ぐらい、今はもう全く見てないんで。変わったね。だからまあとりあえずコンポジット持ってって、で見て OK、 Thank you って言われたら、もう歩かずに帰る。帰っていいよって見てね。To walk please って言われたら、そこで
2回歩いて、でその後あこいついいなってなったらフィッティング、ちょっとこのジャケット着てみてとか、その場でね、その場で、でポラ撮って、写真撮ってって言われたら、あちょっとまあ月行けたなって感じ。洋服着るのも一つの関門だし、その後のポラも一つの関門なんだ。で洋服だけ着て、あ脱いで帰っていいよっていうのもあるんだ。うん、それはもうのほぼの、歩いただけで帰らされる場合とか、歩いてポラ取って終わりの場合でも、あいつ服着てたよなとかもあるんで、ただそれが全て の、うん、なんていうの、判断基準にはならないんですけど、コールバックって言ってまた呼ばれることもあるんですけど、基本的にはもうその段階を踏んで、最終的に後日フィッティングがあるんですけど、ちゃんと服を合わせるために、それに呼ばれて、でその後リハーサルに呼ばれて、で本番でも、ただその本番まで気は抜けないですよね。そうだね、リハーサル出たからって合格したわけじゃないでしょ。じゃないです。本番前日にキャンセルもあるわけでしょ。ありますし、本番当日に僕が聞いた、友達から聞いたんですけど、嘘でしょ、本番当日に、あ君のルックないからっつって、ルックっていうのはその服ね、服用意しないってことね、いじめじゃん、泣きですよ、ね、もうそこまでいったら人間不信になるな、いや、そうきついね、きついですよ。僕はそこまで経験したことないんであれですけど、言える範囲でいいけど、歩きました、ギャラっていくらもらえるの、あれいくらだっけ、10万とか。そんなもんなんだ。だから事務所が、まあ、73とか64で取って。手取りが10じゃなくて。じゃないです。そこから引かれたりとか。入るのは7万、6万ってこと？そうですね。きつ。あとはまあ、日本のマザーとかに、マザーエージェンシーっていう契約してたら。半額じゃん。半額とか。ヨーロッパまでの渡航費、ヨーロッパの高い家賃、食費払って1本出て5万。うん、だからまあプラスで帰ってる人はあんまいないんじゃないかなっていう、みんなやっぱ経験値を経験値、そうそうだね、やっぱ箔をつけて帰りたいとか、相当売れっ子になれば、もう名前で呼んでくれたら、それはすごいでしょ、フライト代も全部出すし、ホテルも用意するから、一本ショー歩いてくれって感じだよね、それで40、50ぐらい、いや僕もそこは聞いたことないですけど、もっともらえるんじゃないですか、そのブランドによりますけど、モデルとしては光栄ですよね。そうや、そうだね、だからそこのクラスに行くと、雑誌とかメディアで見るモデル世界トップランキングなんか、なんかマニーボーイだったり、本当にやってみないと分かんない、ね、分かんないっていうか、多分君行ったって外れるよっていう人が当たる時だってあるもんね。いやそうです、だからもう行くしかないんですよね。でも行って自分で確かめて、あダメだったな、次どうしようとか、もうそういう感じですね。モデルにかかる費用をまとめたら、今回香港から行ったんですけど、まあ、あんま日本からと変わらなくて、往復のチケットで15万ぐらい、で安い時だと往復10万切るんですよ。あとは住むところ、イタリアは高いでしょ。高いですけど、香港よりはちょっと優しいかも。僕が住んでたところは、友達のモデルが借りてるところを僕がまた借りしてるんですけど、1ヶ月500ユーロだから、7万8万ぐらいだとは思います。1ヶ月、10万切ってるのは安いね、7万8万で借りるってのはバンコクとあんま変わんないね。変わんないですね。だからどれだけ安いかってことね、でもただ普通にエアビとかで借りるとやっぱ高いです。10超えるでしょ。10は平気で超えるんで、ね、知り合いが貸してくれたからその金額なんだよね。だから少しでもそういうツテを借りて経費を安くしていかないとやっていけないよね、やっていけないです。あとは、モデルズアパートメントっていうのがあって、その所属のモデルに対して、事務所が斡旋しているアパートなんですけど、一泊35ユーロ、40ユーロとか、ただ共同部屋だよね。共同部屋です。5人、6人で一緒に生活だから、で、まあ、事務所によって違うんですけど、2段ベッドになってたりとか、1つのワンルームを3人で割って住んでたりとかっていうので、若いうちは2段ベッド行けるけど、もう30超えてきて2段ベッドは無理だよね、あとは音がキシキシ鳴るじゃないですか。そうだね、パーティー好きのやつがいたらもう寝れないし、夜まで眠れないし。皆さん、そんな厳しい世界なんですよ。なんかモデルとかっていうと華やかに聞こえるけど、実際は、まあ、泥臭いのかな、ね、でその中で体のイージーでしょ、で脱いでも見せられる筋肉用意しておかないといけないし、肌ツヤとかも見られるし、俺の YouTube 見てる中でモデルを将来目指そうっていう人たちもきっといるから、モデルになるために、まず何をすればいいのか、
なんかアドバイスがあったら、うん、そうですね、とりあえず考えるより行動、うん、あまり Google とかで検索しても出てこないことが多いんで、うん、最近だと YouTube やってる方とかも多いんで、そういうのを見たりとか、あとはまあなるべく行ってる方に詳しく聞けるような状況まで持っていくとか、うん、でもやっぱそういう人たちもなんだろう、聞くだけ聞いて行かないってなると、ね、多分ちょっとえってなっちゃうんで、それはちょっと俺も釘刺しとか結構多いのよ、うん、若い子たちが SNS で、うん、僕どこどこの国役者目指したいんですけど、ゆういちさん教えてくれますか、料理も来るでしょ、うん、で教えますよって、何が知りたいですかと、うん、で聞くだけ聞いてありがとうございますもなく、スタンプだけでいいねって返して終わる子失礼、ちょい待てよみたいな、この情報すごい高いよ、分かってんのみたいな、うん、そういう失礼だけはないようにお願いします、うん、お願いします。僕はもう行動すべきだと思ってるんで、考えずに海外行きたいんだったらすぐ行きなさいと。英語が喋れない、イタリア語が喋れない、どうでもいいよ、ね、関係ない関係ない、もう行った方がいいよね、行って、まあ、失礼かもしれないですけど事務所の門を叩いて、うん、俺こういうもんだけど見てくれ、日本から来たぜ ってアピールして、なんだお前日本から来たのかみたいな、じゃあ見てやるよって言われる場合と、なんだお前予約ぐらい取ってこいよちっちのこともあるんで、まあ、それはまあ行ってみないと分かんないですけど、ただ日本にいたって土俵に立てないんで、そうだね、とりあえず行って、そのぐらい荒々しく進まないと、うん、開けらんないよねこの扉は。開けられますね。この陵侑の今行ってきたばかりの最新の情報を聞けるのもかなり、うん、かなり貴重な話だね。いや見てる皆さんも ね、ぜひ。今更モデルのファッションウィーク細かく聞けないとか いるじゃん、うん、みんなファッションウィークがとか語って、ああ知ってるよファッションウィークでもファッションウィークって実際細かい話言うと何だっけみたいな、うんうん、いわゆる、まあ、僕らはファッションウィークって言葉使ってますけど、うん、いわゆるパリコレとかコレクション、うん、ミラノコレクションっていうことですね。モデルはみんなファッションウィークって呼ぶんで、ミラノファッションウィーク、うん、業界用語だね、うん、日本では オーディションとか言うけど、海外行くともキャスティングって呼ぶし、コールバックっていう言葉もあったり、そうね、フィッティングとか、フィッティング、まあ、確かに僕らはね普通に使ってますけど、うん、業界用語ですよね。今後もヨーロッパのコレクションは挑戦し続ける。そうですね、まあ、ちょっと今年もまた行けたらいいなと思ってるのと、まあ、あとは次はいつになるの。次ね6月、確か6月ですね。僕はミラノなんで6月行って、うん、感じで、今回イタリア行ってる間に他のヨーロッパの事務所もあの契約したので、その他の国にも行って、僕も YouTube 撮りながらね、いろんな世界を皆さんに見せることができたら。肝心なこと言うの忘れた、陵侑の YouTube 始めたんですよ皆さん。あの陵侑のチャンネルは香港のも上がったっけ。香港のはあんま撮ってなかったんで、香港のヨーロッパから僕はスタートして、ヨーロッパの景色だったりとか、行ったところ食べ物っていうのが、撮影中に酒飲んでみんな仕事してる姿とか、わすげえ、これイタリアだな。いいですね、美味しかったやつ。あれなんかブランデーと、ブランデーかウイスキーと、そんな飲むの昼に。それとあのなんだっけ、エスプレッソを混ぜた飲み物が出てきて、うん、うまそう。めちゃくちゃうまいんですけど、めちゃくちゃ酔います。そういうチャンネルなんで、ぜひ皆さん見てください。見てください、お願いします。で、陵侑の YouTube にもコラボで参加するんで、陵侑の方ではちょっとこの街中をブラブラして、うん、ブログみたいな感じで撮影で、ね、そうですね、ブログみたいな感じで、ゆういちさんの後ろ姿をメインで登場する今日の機材とか、こうセットしてるところとかね、映、はい、るんで、じゃあ皆さん最後にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね、チャオチャオ。